もうそれでは今回でこのお城完成なんですけど、もうあとは照明だけだね、正直。今この城の暗さはこれな感じになっております。結構コメントの方でも来たんですが、このカーペットの下にそのなんだっけ、グローストーンを置けばいいですよっていうのをたくさんいただいて、どうやらこの世界にはグローストーンっぽいものが作れて、まあ、グローストーンなのかな、この世界のグローストーンが作れまして、それが今このね燃料に使ってるこれを、こうだっけな、はい、できました。これがランプになるらしく、暗いとこでやりますか。もう単純にグローストーンと同じ能力を持っているので、これをとりあえず床に埋めようかなと思います。羊がうるさい羊うるさいよ、このお城。マジで羊うるさいわー、もう羊だ、どうしようかな、羊も使わなくなるから今回でね。またなんか別の部屋にしてもいいよね、羊を。あ、でも別の部屋って言ってもほんと規模が大きすぎたからな、このお城。もうちょっと規模小さめでよかったね、ほんとに出れねえよ、お前たちは。よし、これでとりあえず廊下の明かりは確保したかな。あとは装飾系って言えば、自分の部屋作ってないけどいらないんだよな。そうなんだよな、ベッドが置けないから、この世界で自分の部屋っていうのがもう倉庫になってるからな。なあお前たちなあ、本当に馬の部屋すらないからね、個別の部屋みんなないから。あとはこのキノコランタン、番外編の方で大量に取ってきたこのキノコね、このキノコを使ってなんか いっぱい置きたいよね。このペットのこのペットのところの明かりをさ、全部キノコにやってみていい？なんかそっちの方が自然じゃない？はい、ということで前々回に募集したクワガタの名前、今回はもう最も多かったコメントの名前にしました。こちら、まあそうなるよねこれはもう納得の名前ですよね。このシリーズは、次回で最終回なんですが、番外編、こちらのシリーズですね、こっちのシリーズではもう少しこのワールドを発展させていきつつ、試してないクラフトをしつつという感じでやっていきます。なんでまあ竹のクラフトとか、あとは畑作りとか、あとはクロちゃんシロちゃんで、ちょっとシロちゃんの方がある能力を持っていたので、それも番外編でやろうかなと思っております。それと前回言ってた新しくワールドを作るっていうのは、いろいろとバージョンアップを待ってからやりたいので、来年とかになるのかな、多分それくらいになると思います。ということでこの動画引き続きよろしくお願いします。終わったあ、喜んでる喜んでる、超喜んでるよ、喜んでんのかないや、ただの悪ノリだって、本当にこれはただの悪ノリだけど、ちょっとこういうのは好き今回必要になりそうな分の羊毛を持ってきましたと。これだけあればおそらく今回のは足りるはずで、もうあと頭なんだよね。待って、めっちゃ時間かかる絶対これだけで1週間かかったからね。頭のでかさがだいたいこの部分っていう値は取ってるので、首までは作ったの。
こっから頭だから、まあ、せっかくだからね、今回はこれ作りながらちょっと雑談会、最終回前の雑談会っていう感じにしようかなと思います。まあ、前回言った通りこの実況はもう次回で終了って感じなんだけど、よいしょ、感じなんですが、あ、待って、黒足りないなこれ。あー、そっか、これね、胴体は空洞なんだよね、空洞だ、だからそんな用も必要なかったんだけど、頭の部分はちょっと難しいな。頭の部分空洞いける？なんかね、若干三角形っていうかさ、なんていうの、カクってなってるからさ、頭、あー、頭ちょっと難しい、頭空洞にしたい。どうしよう、こうだな。あー、でも足とくっつく、いや、いいかな、ここ足とくっつけちゃわなきゃいけないから、いいや、いいにしよう。で、こうだね。ほんとね、こういう作業が一番苦手だけど始めちゃったからさ一番苦手なものを やり始めてしまったので、で、あ、次難しいな、こっからちょっと わけわかんなくなってきてるぞ。わけわかんなくなってくるから、こうして、こっから白だ、こっから白になって、こうかな、はい、じゃいいで、あー、待って、青だけじゃなかったな、ここの色は。とりあえず青でしょ、こんな感じね。これどんどん下げていく感じになりますね。あと1段くらい、いや、ここでちょっと若干まっすぐにしてみたらいいんじゃない。違うな、違う、若干バランス悪いからこうして、こうとか、よーし、あー、よいしょ、あ、でも、あ、いけそう、若干イメージ湧いてきたこれでイメージ湧くのかよって感じですけど、若干イメージ湧いたぞ。こうして、で、この辺ちょっと難しいな、ここ2マスだな、こうして、これで横の、あ、できてるあ、いいね、こっちも同じようにしますか。顔は小柄な感じになるから、顔ちっちゃいんだよ、知ってたこれみんな知ってた、もう僕これ1週間観察やってるからさあの、クロちゃんのこと1週間観察してるから分かったんだけど、顔自体はすごいちっちゃいから、こうだな。目難しいな、目1マスだけじゃダメな気すんだよね。これこうくっつけて大丈夫？なんかちゃんとできてる、やばいわ、かっこいい、ちょっとクロちゃんやべえよお前、どう、あ、できてるやばい、ちょっと待って、ここを一段下げてみて、これでどうだ、おいやー、完璧じゃないか完璧じゃん、クロちゃん、あー、できたいやー、どうでしょうか、皆さん、足をもうちょっと太くだな、ちょっと修正していい？はい、ということでできましたかっこいいね、ちょっと気に入ってるわなんかゴツゴツ加減出したんだけど、どうだろう、近くで見ても大丈夫かな、いや、まあ雑なんだけどいやー、今回も無事変なもの作れてよかったなまあこれにてお城は完成ということです。よし、それではね、もう
次回最終回ということで、それの準備をしようかなと思います。最後だからね、ここは作ってある。最後はやっぱりこの装備に身を包まなきゃダメでしょう。頭、おい、胴体で、靴と、いやー、お世話になったね、この装備たち。あんま壊れてないんだな。まあ、戦闘を避けてたからかな、やっぱり。よいしょ。おー、久しぶり。久しぶり、あ、なんか久しぶりだね。次回はもう手加減なしで、もう今まで取ってきたこういうアイテムとかを駆使して、本当に手加減なしで、最速クリアをやっていこうかなと思います。ではでは、次回この実況シリーズ最終回となります。また良ければ次回も見てください。それではバイバイ。